iPS 細胞研究所所長の山中でございます。本日は大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。このノーベル賞という賞を、何時間か前にスウェーデンストックホルムからお電話をいただきまして、受賞の知らせを、いただいたわけですけれども、本当に心の底から思ったことは、この賞というのは名目上は山中伸弥、私、それからジョン・ガードン先生、すみません、お二人が受賞ということになっているんですけれども、本当に私が受賞できたのは、日本という国に支えていただいて、本当に日本、日の丸のご支援がなければ、こんな賞は、このように本当に素晴らしい賞、受賞できなかったということを、心の底から思いました。まさにこれは日本国、日本という国が受賞した賞だというふうに感じています。この iPS 細胞の基礎となった研究、50年以上前に始めた奈良先端科学技術大学院大学というところで、私がまず自分の研究室を持たさせていただいて、その時30半ばだったんですが、そういう、また非常に無名の研究者に尽きなかったんですけれども、その時に独立したポストをいただいて、のびのび研究させていただいて、国から大きな支援をいただいて研究を始めることができました。そしてそのおかげで、その研究が発展したことによって、京都大学に研究の場所を移し、さらに大きな支援をいただいて、また文科省、JST はじめ多くの国の研究費もいただいて、研究を発展させることができました。そうやってできたのが iPS 細胞です。またiPS 細胞を2006年、まずマウスで、2007年人間に報告したんですけれども、その後非常に大きな国からのご支援をこの5年間6年間いただいてきました。そういったご支援がなければ、本当に今日のこのストックホルムからの電話というのはかかってこなかった。感想を一言で表現すると、もう感謝という言葉しかありません。感謝する人は国の皆さん、そして今私たちの研究を中心になってご支援いただいている京都大学総長をはじめ皆さん、そしてこの iPS 一緒に作ってくれた今の講師をしております高橋和俊君をはじめとする多くの同僚、若い研究者の皆さん、いつも私を励ましてくれている友人、友達、分野は違う人が多いんですけれども、いろんな時に心の支えになって助けてくれています。また家族に心から感謝の意を表したいと思います。母、私の母が80を超えておりまして、この母に報告をできたことが
本当に良かったと思っています。私の義理の父はもう医師でありまして、私を留学中からずっと支えてくれてきましたが、今年早くに義理の父を亡くしました。義理の父に報告できなかったのが残念ですが、しかしきっと天国で25年以上前に亡くなった私の本当の父と共に喜んでくれているんじゃないかなと思います。喜びも非常に大きいんですけれども、同時に非常に大きな責任感も感じています。 iPS 細胞技術というのはまだ新しい技術であります。医学や創薬において非常に大きな可能性がございますが、まだ本当の意味で医学や薬の新しい薬の開発に役立ったと言えるところまで来ていません。